どの舞踊にも型と呼ばれるものが存在します。これは踊りが舞台で披露され始めた時から長い長い歴史を経て編み出された理論から生まれたもので、どのようにしたら客席から美しく見えるか、そしてかっこよく見えるかに基づいています。理論とは発展させ進化していくためにバラバラな状態のものをまとめ筋を通して組み立てたものなので、勝手放埒に動いていても舞踊というアートにはなりません。なのでこのシリーズでは舞踊理論を大切にセビジャーナスという踊りを一緒に勉強していきます。今回はクロワーゼとエファッセ、この意識を持てるようになると見せるということだけではなく、先生の踊りを真似するときに右足だ、あ、次左足かなと考える必要がなくなります。このクロワーゼとエファッセは一見簡単なように思えますが、身につくまでに、そして無意識に反応できるようになるまでには少々時間がかかると思います。僕もそうでした。ですからゆっくりで構いません。ご自身の踊りでもそれを意識できるように丁寧に整理してあげると踊りの見え方が変わってきます。それでは始めてまいりましょう。踊りの形で一番難しいのは土正面や真横、そして真後ろといった8つの方向の奇数の十字の方向で、これを両足重心で両腕揃えたポジションなんかは体が平面的になってしまい遠近感が出ないので僕も怖くて要しません。なのでどちらかの足に重心を取り腕のポジションをつけて形を作ります。ポイントは軸足を決めることと、それに対するもう一方の足の関係性。正面から見たときに足がクロスになっている状態をクロワーゼ、そして足がオープン、開かれているポジションのことをエファッセと言います。それではクロワーゼとエファッセのポジションを詳しく見ていきます。まずおへそ8番の方向、そう、正面の1番に対して左斜めの方向を向きます。後ろの足が軸となり、前の足が8番の方向に出る、このポジションですね。おへそが向いている方向に前の足、つまり右足ですね、それを出すと足がクロスのポジション、バッテンになっているので、これをクロワーゼと言います。逆の方向も見てみます。今度はおへそを正面に対して右斜め前2番の方向に向けて、そして後ろの足が軸となり、前の足、そう、左足が同じく2番の方向に出ると、足がバッテン、正面から見たらクロスされている状態になる、この状態がクロワーゼ。それでは今度はエファッセのポジションを見ていきましょう。おへそを8番に向けて、今度は前の足を軸にして後ろの足が8番の方向に出ていきます。そうすると正面から見た時に足はクロスされてない状態、つまりオープンな状態ですね。これがエファッセです。同様に反対も2番の方向を向いて前の足を軸に取り、後ろの足が2番に出ると足がクロスされないオープンの状態なので、これをエファッセと呼びます。次に足のポジションを形を変えずにクロワーゼからエファッセに変える方法をお見せします。
今8番の方向、左足、後ろ足軸のクロワーゼ、この形を変えずに2番の方向を向くと今度はエファッセの形に変わります。これ同様に今度2番からスタートしますけど、2番方向を向いたクロワーゼの形ですけども、足の方向、形を変えずにおへその方向を今度は8番の方向に向けると、クロワーゼだったポジションがエファッセのポジションに変わります。なので大切なことは軸足の認識、そしておへその方向、そこからクロワーゼかエファッセを理解していれば、右足が前か左足が後ろかなんて考える必要がなくなります。それではパソデセビジャナスの動きを使ってクロワーゼとエファッセを整理していきましょう。まずは踊り始める前の大切なプレパレーションです。おへそ8番のクロワーゼから後ろのブラストはアンバー、この空間がなくならないように気をつけます。そして正面の方のブラスト、前の方のブラストはアンナバ、みぞおちの前に入るようにして、これでプレパレーションの完成です。そこからブラストを上げていき、前の足を引き寄せてきたら重心を前に乗せて、この時もクロワーゼですね。そしてこの前の足を軸足に変えたら、後ろの左足が2番の方向に出てクロワーゼ、これが踊り始めの右のパソデセビジャーナスの最初の形、そうクロワーゼですね。そのまま後ろの足を引き寄せてきてもクロワーゼのポジションは変わりませんが、ここからこのクロワーゼからおへその位置を変えると、そう8番の方向ですね、今度は足が開かれたエファッセのポジションになります。そのまま前の足を軸に足を4番の斜め後ろの方向に出してエファッセのまま重心を乗せ替えて、やはりエファッセですね、これが右のパソデセビジャーナスの後ろに下がる形となります。前の足を後ろに入れ替えると今度はクロワーゼのポジションになります。ここから今度は左のパソデセビジャーナスになります。クロワーゼのまま前の足をスライドしていき、まだクロワーゼですね、後ろの足を引き寄せてきてもクロワーゼですけども、このクロワーゼのポジションを今度はおへそを2番向けると足がエファッセの形になります。そのまま後ろの足を今度は6番の方向に出して重心を乗せ替えて、前の足を引き寄せてきて、これまだエファッセですね。そこから後ろにクロワーゼと入れ替えます。このようにパソデセビジャーナスはクロワーゼとエファッセで構成されていますので、まずはゆっくり鏡を見ながらこの2つの見せ方を意識しながら、リンピアル、そう整理をしてあげましょう。それでは今度はセビジャナス1番の他の動きをこのエファッセクロワーゼで整理してみましょう。左足を軸にとっておへそ2番の方向のエファッセの形をとります。客席に近い方のブラストアンオー、そして後ろの手はアンナバ、そこから
プリエをしながら背中と顔をつけてあげるとセビジャーナスの2つ目のブロックのパソ、ラテラールという振り形になります。そこから2番の方向に出していた前の足を後ろに入れてあげるとクロワーゼ、ここから左のラテラールに移動していきますけど、前の足横に抜いたらエファッセに入り、もう一度右の足が前になってクロワーゼを通り、ここから後ろの足が今度は8番の方向に出ていき、エファッセのポジションを取ります。同様に客席の方のブラソはアンを下ろしてきた後ろの手はアンナバンを通り、プリエを入れながら背中と顔をつけてあげると左のラテラールの形の完成です。セビジャーナスの2つ目のブロックのラテラールはこれを4回繰り返しますね。移動する時もクロワーゼ、そして前の足を横に抜いてエファッセ、もう一度クロワーゼに入ってプレパレーションを取ってから、ちょっと場所が狭いので今直してますけども、後ろの足を2番に抜いて右の方向のエファッセでラテラールですね。このようにゆっくりクロワーゼエファッセを確認しながら踊り振りをリンピアールすると見え方が変わってきます。それではもう一つ最後にケブラーダ、そうセビジャーナス各番の終わりに回って止まるためのポジションをチェックしてみましょう。まず回る前のプレパレーションですけども、パートナーに向かってまっすぐ向くよりも練習としてはこの右の足、後ろの足が6番に向いた斜めを取るクロワゼのポジションを取ると良いでしょう。そこから後ろの足がパッセに上がっていき、かけたところでまたクロワゼをしっかりと意識します。両手が暗号に揃って回り終わったら、おへそ2番の方向で後ろの足を踏んでポーズで終わります。これが終わりの形となります。はい、クロワーゼとエファッセの見せ方、意識の仕方、いかがでしたでしょうか。最初に説明しましたが、この感覚身につけるのちょっと時間かかるかもしれませんが、これを知っている知っていない、意識できているできていないとでは空間の中で見える踊りの動きや形が全く変わってきます。なのでゆっくり丁寧にこの見せ方を意識しながらご自身の踊りもリンピアルしていただきたいと思います。それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。次回はケブラーダ、そう回って終わるところのあの回る練習方法を説明させていただければと思います。どんなにね途中失敗しても最後さえかっこよく決めてしまえば、途中の失敗なんか関係ありませんからね。それではまた次回、さようなら。